取った土地をどうするかというのはいろんな問題がございますので、その辺を総合的に考える必要があると思っております。それについては相談を受けたらいいじゃないですか。東京電力に送ろうかというお話もあるようですから、それはただのことでやってもいいじゃないですか。文科省を引き受けるといいんだったら文科省に引き受けていただくというのもいいじゃないですか。確認しましょう。ブレーキはかけません。いいですね。もう一点、そう言ったわけですからやる必要はないという、この発言については撤回をしてもらう。じゃあ、2点確認したいですけど、ブレーキは、じゃあ2点目お願いします。もう一つ言いますね。やる必要はないという、郡山市がやろうとしたときに私どもはやめてくれとは言っておりませんし、多分さっきも言いましたように今後そのようなことがあった質問、言わないと思いますが、ただし先ほど言いましたように、その持っていった土地をどうするかというのは問題がありますので、それは関係しておりません。それはいいんです。それは相談をしていただく、相談する必要がある。ところが先ほどあなたはやる必要ないと最初に言ったわけです。あなたもだから、それについてはまず展開してください。ここは最初、私どもはやる必要はないと思っているか、自治体が自治体の判断でやることについてブレーキをかけるつもりはないと申し上げたんであって、私どもとしてやる必要はないという考え方は変わっておりません。じゃあ例えば福島県内のどこかの町や市からですね、うちでこうやりたいんだなと、やることを検討しているんだなときに、やる必要はないと答え続けるんですか。そういうことになると思います。やる必要はないと申し上げます。やる必要はないと福島の自治体に言い続けると、こういうことですか。ちょっとすいません、聞きたいんです、この話。これから福島の自治体からうちでやろうかと思うんだなと、どうだろうと言われたら、やる必要がないと言い続けるんですか、渡辺さん。それを聞かせてください。さっき申し上げてましたように、私どもの立場としてはやる必要がないということが、先ほど4月19日に出したですね、暫定的考え方の中身でございます。それがブレーキや、ただし、それがブレーキになっているというお話がありましたが、いずれにしろここは考え方としてですね、考え方として ICRP の考え方の後ろにありますので、皆さんおっしゃっている通り、 ICRP は何もしなくていいとは一言も言ってないんです。で、必ず低減化のための努力をしなさい、最終的には1ミリシーベルトの下に抑えなさいと言っている、そこは全くですね、皆さんの考え方ずれてないので、あらゆることだから、我々はですね、できる範囲でそのあらゆることをですね、やりたいと思ってますが、今の段階でそのやる必要があるかといえれば、私どもはやる必要はないと思う。ただし、皆さんがその各自治体がやるということについては、それは各自治体のご判断があろうかと思っている。こういうことです。ちょっと待ってください。違うんですよ。各自治体に専門家なんていないんですよ。ね。だから、父母たちから例えば要望があって、心配されている方の心配を軽減したいからとかっていうことで、で、やったもんかどうかとご相談が来るんでしょ。違いますか。やりたいが、あなたたちやるなと止めるのかって質問が来るんじゃないでしょ。違いますですよ。いや、やろうと思うんだがどうかと来たときに、それは ICRP の考えに基づいて大いにいいことですねと、こう答えていただけないんですかとかって言って、そこのところは皆さんよくご存知の通り、その土をですね、もし除去するのであればですね、どこに持っていくかというような問題がございますので、そこは総合的にその自治体等とですね、ご相談をする必要があると思っています。ですね、もちろんその汚染された土をどうするか、これは大変な問題ですよ。しかし、なぜこんなことが起きたかと考えてください。文科省も原発は安全だと言って、学校教育の中でもそれをやってきたじゃないですか。原発が安全だと言ってそうやって推進してきて、そして一旦事故が起こればどうですか。住民や子どもたちの被爆を軽減するんじゃなくって、
今度はいやいや、その汚染された土をどこに持っていくかが大変だからねと、それはあんまりにも無責任じゃないでしょうか。そうだよ。ごめんなさい。原発を作ったときに使用済みの核燃料の持ってき場所決めてからって作ったんですか。そこのところはご存知の通り、再処理をすると、ただしそこから出てくる高レベル放射性廃棄物の行き場所は今でも決まっていないというのはその通りでございます。それと同じことを今学校がやろうとしてるんですよ。とにかく持ってく場所決まってないけど、今ここきれいにしたいと言ってるだけなんですよ。国がやってきたことをやって何で止められるんですか。こちらも同じことやってるんです。しかも高レベルの放射能じゃないです。学校の土は低レベルでしょ。それの持ってき場所も決められないんですか。安全な土どうして持ってっちゃいけないんですか。安全なんやろ。安全な土、安全な文科省に持ってください。文科省にお届けしますよ、南部からで。ですからあなたたちには責任があるわけなんですよ。でまず今ここで問題にしているのは、その除染の作業についてブレーキはかけない、ここまでは言われましたけども、しかし自治体から相談があればやる必要はないと、こう答えると、これ全く矛盾してるじゃないですか。子供が聞いて呆れるぞ。そういうことはそれがブレーキなんだよ。それが教育から言うことか。やる必要がないというのがブレーキなんですよ。だから地元は大混乱なんですよ。だから ICRP、 あなたたちが立脚する ICRP に戻って提言の措置は必要だと。本当であればね、あなたたちが責任を持って除染をやらなければならないんです。それはあなたたちがやらないから自治体が自発的にやってるというね、こんな事態になってしまってるんです。責任取れ。そう、だからブレーキをかけないということに加えて、やる必要がない。これは撤回してくださいよ。最低ですよ、最低限。ちょっと言葉であれですけど、やる必要がないっていうのは、先ほど言ったように ICRP が言っているように、努力はしなければいけないということですから、努力じゃありません。ICRP が言っているのは、当局が必要なあらゆる防護策を講じると。こうですよ。あらゆる防護策を講じる。その中の一つが、土壌の除染ですよ。やる必要ないは撤回してください。やる必要がないと言った趣旨は、今やらなくたらといって、学校生活上問題が生じるかといえば生じないことになります。とっくに生じてます。子供は何人死ぬんだ。警察車は放射能を吸ってるじゃないですか。そしたらそういう除染作業をやらなくても子供の健康に影響はないという、そういうことなんですか。そうよ。その20ミリシーベルトという値は年間ですけど、もし20ミリシーベルトだったとしても健康に影響がないレベルであるからこそですね、ICRP のこの違います。まず最初に確認しましたように、これは20ミリシーベルトというのは管理区域と同レベルの区域だということを確認しましたね、先にね。だからそういうところで子どもを遊ばすのがどうなのかということを問題、まず前提、それが前提になっているわけです。そして ICRP になると、これは当局があらゆる提言の措置を取るということがまだあるはあって、その場合は1から20ミリシーベルトを参考レベルにするという、その場合はというのがあるんですよ。だから提言措置が先に、当局が提言措置を取るというのが先にあるわけです。あとは言ってるのは逆転してるんです。話がそこのところは当然最初から認識しておりまして、要するに安全委員会がその我々がその助言を求めたときに、ちゃんとそのモニタリングをしろ、それから例えばポケット洗浄系といいますかね、簡易型洗浄系をですね、先生方に持っていただいて報告しなさいと言ったのは、その減衰とかですね、あるいはだんだん減っていくという状況であるものの、
それで本当に減っていくのに大丈夫かというと確認する必要があるからですね、ちゃんと問題もしてもう一つ確認ですけどね、あの事故は収束しているというしていないという判断ですね、なんだろうね。それから原子力安全委員会も事故は収束していないというのを4月10日付の文書の中で出しております。だから収束していないけれども、収束した場合でその増えないという想定を適用するという非常に奇妙なことをやってるわけです。だからね、これからもあの出てくる可能性があるわけですよ。そうすればそれだから余計提言措置を取らないとですね、こんなものを適用できないというのは当然じゃないですか。どうですか。今回の当然福島の話は非常にあの今まで例がない、つまりその収束がですね非常に遅くなっているというのが特徴でございまして、私どもの暫定的なその考え方もですね、まあ今あんまりそのあの大きなですね放出がない、まあ、一部は続いてますけどもですね、大きくは出ていないという前提でもって作ったものでございますので、状況が変わればですね、またこの暫定的考え方自体も変える必要があろうかと思っております。ただしあの一方でですね、先ほど申し上げましたように、あの学校生活をやるということも重要だということも踏まえて、一定 その安定化が図られている現時点において、復興期に当たるその1ミリから20ミリシーベルトという考え方を持ってきたものでございます。それはその場合は提言措置を取るのが前提だということですか。おっしゃる通り提言措置を取るのが前提でございまして、いろいろなあのその措置を講ずるその一環がモニタリングでございます。提言措置は何て言ったらいいですか。申し上げました通り、モニタリング自体はモニタリング自体はおっしゃる通り提言措置ではございます。それは私は認識しています。モニタリングしている間にも子どもたちはどんどん被爆してます。そんな悠長なこと言ってる場合はないです。一日も早く減っていって子どもたちを安全なところに移した、事故以前の数値に戻してください。渡辺さん、放射能は累積するんですよ。